Fire TV スティックを接続して YouTube や Amazon プライムビデオを見る方法を紹介しましたが、今回は初期設定の仕方を教えてほしいというですね、要望がありますので、初期設定の方法を説明していきたいと思います。 Fire TV スティックを開けますと、このようにとても丁寧に梱包されています。早速見ていきましょう。中身はですね、このようになっていて、右から Amazon Fire TV スティックの本体、そして USB の電源コードですね、そして Alexa 対応のリモコン、そして HDMI の延長コードとなっています。その他の付属品としてリモコンの電池が付属品となっています。このような商品となっています。それではですね、早速商品の設定の仕方を見ていきましょう。はい、それでは Amazon Fire TV スティックを接続していきましょう。あらかじめ私の車両には、テレビナビキャンセラーと HDMI 端子、そして、電源ポートを、ナビオ君に装着してもらってます。ナビオ君のテレビキャンセラー HDMI は以前の動画で紹介してます。そちらもぜひご覧ください。 HDMI 端子を増設することで Amazon Fire TV スティックが車で使用可能になります。こちらが Amazon Fire TV スティックになります。こちらに、先ほどの、付属してましたこちらのですね、電源コードを接続していきたいと思います。まずこちらにですね、パワーと書いてありますところに、こちらの端子を差し込んでいきます。そしてこれ電源ですね、電源コードを差し込んでいきます。はい、これで電源は取れました。そして、このナビオ君の HDMI 接続コードにですね、この Amazon Fire TV スティックを接続していきます。もう接続はこれで完了です。そうしますとすぐにですね、このようにですね、Amazon Fire TV スティックが立ち上がります。リモコンを検出中とありますので、リモコンを Fire TV スティックに近づけていきます。こちらの、再生ボタンですね、再生ボタンを押すように、なってますので、こちらを押していきたいと思います。こちらですね、この再生ボタンですね、そうしますと、このようにですね、言語の、設定がありますので、こちらからですね、ジャパンをですね、選択していきたいと思います。このように日本語が、出てきましたので、日本語を選択していきたいと思います。ネットワークをスキャン中ですね、選択ですね、 Wi-Fi の設定ですね、そうしますと、パスワードの要求が来ますので、パスワードを入れていきたいと思います。すべて操作はリモコンで行います。パスワードを入力していきます。入力してからですね、最後にエンターを押します。接続します。今私の、スマートフォンと、テザリング中です。これで接続が確立されましたとなってます。しばらくお待ちください。今接続中です。今回は車で Amazon Fire TV スティックを使用する方法を紹介しています。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最新ソフトウェアをダウンロード中とありますが、私これちょっと失敗しました。これはですね、家ですね、家の Wi-Fi の環境でする方が多分早く接続されると思いますので、これ中止して一回家でね、設定しておきたいと思います。はい、まず自宅の、Wi-Fi に接続していきたいと思います。リモコンでですね、この設定をします。して、ネットワークを選択いたします。ネットワークを選択いたしますと、先ほどの車で、接続してた、Wi-Fi 接続になっていますので、これを切り替えていきたいと思います。自宅で使用している Wi-Fi を探すために、すべてのネットワークを表示を押します。お持ちのルーターに WPS ボタンがあれば、 WPS ボタンで接続を選択して、簡単にボタンを押すことで設定が可能です。そうしますと、これですね、皆様の、ネットワークを選択してください。私の場合は、こちらになりますので、こちらを選択いたします。あとパスワードを入れていきます。はい、今こちらの、私の Wi-Fi につながりましたね。 2.4GHz と表示されていますので、 Wi-Fi に接続されています。これで設定していきたいと思います。私の場合、自宅で、見るときはこちらの上の、Wi-Fi で見たり、車で行くときはですね、こちらのスマートフォンのテザリングですね、これを選択するだけで可能になりました。これで Fire TV スティックの Wi-Fi 設定が完了しました。皆さんもぜひ挑戦してみてください。そして車で Amazon プライムビデオや YouTube を楽しみましょう。続いて Amazon Fire TV スティックの初期設定をしていきましょう。こちらのですね、再生ボタンを押しなさいとなってますので、再生ボタンを押していきます。設定ですね、まず言語ですね、日本語を選択していきたいと思います。
そうですね。アップデートの有無をチェックしています。車でですね、ダウンロードしてもいいのですが、かなりちょっと時間が経ちましたので、ちょっとこれはやばいと思いまして、自宅に帰ってですね、自宅の Wi-Fi 環境で、設定をしていきたいと思っています。やはり自宅でしたら早いですね。最新ソフトウェアをダウンロード中です。Fire TV Stick は数秒後に再起動されますとなっています。はい、立ち上がっていますね。今はですね、こちらの Amazon の Fire TV Stick をですね、アップデートしてセッティングしてます。Fire TV Stick でね、できるのはプライムビデオを見たり YouTube を見たりですね、ディズニーチャンネルを見たり Amazon Music を、聞いたりすることが可能となります。今現在ですね、自宅の、このテレビで、セッティングしてますが、これはですね、車で見るための、セッティングをあえて自宅でしています。ちょっと時間がかかりそうだったので、自宅に帰ってしてます。皆さんもですね、車でもできないことはないですが、Wi-Fi の容量を使ったりしますので、できるだけ自宅のですね Wi-Fi 環境がある方であれば、自宅の Wi-Fi で、することをお勧めいたします。これ非常に便利で、リモコン機能もついていまして、例えばアレクサドラマを探してとか30秒巻き戻してとかいろんな機能がありますので、便利になると思います。はい、設定が完了しましたね。今、立ち上がっています。はい、今立ち上がりましたね。それではセットアップをしていきたいと思います。まずこちらのですね、リモコンで、セットアップしていきたいと思います。リモコンでセットアップを選択いたします。今こちらでリモコンでセットアップしています。もうしばらくお待ちください。アップデート完了中となっています。Amazon のアカウントでサインインとしてますので、サインインをしていきます。私の場合はですね、 Amazon アカウントを持っていますので、こちらのですね、既存のアカウントを使用するで、していきます。初めてのご利用の方はこちらで、新規アカウントを作成してください。既存のアカウントを使用する。今回は QR コードで、登録していきます。画面の QR コードを読み込み Amazon アカウントにサインインします。アクティベーションコードは自動的に入力されるので、次に進むを押します。これで Amazon Fire TV Stick の登録が完了しましたので、 Fire TV で YouTube や Amazon プライムが視聴可能となります。次のステップは音楽を再生します。音量を適切なレベルでも上げて次のステップへ進んでください。 Fire TV リモコンをテレビに向けて、音楽の音の調整をいたします。音量のアップタップボタンを押して、はいを押します。まあこれぐらいでいいので、はいを押しておきます。これで Fire TV リモコンのセットアップが完了しました。これで OK を押します。とても簡単なので、画面に出てくるやり方をもとに、その通り進めていくだけでセットアップが完了いたします。必要なアプリを一括ダウンロードできますと、なりますので、一括でアプリをダウンロードしておきます。開始をします。ダウンロードしたいアプリを選択していきます。このようにチェックすることでダウンロードができます。ディズニーチャンネル、TVer、Spotify、 これでダウンロードしていきます。この再生ボタンですね。このようにですね、Fire TV へようこそと、Fire TV が使えるようになりましたね。素晴らしいですね。 Fire TV Stick は Amazon プライムビデオはもちろんのこと、 YouTube など他の動画も見ることができます。ご家庭ではもちろんのこと、車でも使用が可能な Amazon Fire TV Stick、これを私は新型ステッパー号に接続しています。はい、これでセッティングが終わりましたので、これでですね、あとは車に持ち込んで YouTube やですね、Amazon Music、Amazon プライムビデオなどを、使用できる環境に、できましたので、これで完了になります。あとはですね、車で確認してみたいと思います。はい、私の場合自宅で、見るときはこちらの上の、Wi-Fi で見たり、車で行くときはですね、こちらのスマートフォンのテザリングですね、これを選択するだけで可能になりました。今回は Amazon Fire TV Stick の初期設定を簡単にまとめました。皆様もとても簡単なので挑戦してみてください。